はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、久々に都心六本木に来ております。というのも以前ね、動画でもお世話になりました高田の馬場にございます博多デブちゃんさんのオーナー甲斐さんからですね、100万人突破の記念ということでラーメン屋さんに連れてきていただきました。今回ね、訪れたお店が六本木にございますましのまし東京さんでございます。こちらのお店はね、結構メディアでも話題になりました。一杯ね、1万円以上する和牛を使ったねラーメンがいただけるお店でして、なかなかねちょっと僕も来れなかったんですけれども、ぜひねこの機会にということでご紹介いただいて、今回はねこちらのお店に訪れた次第でございます。正直ね、和牛を使った一杯1万円以上のラーメン、全くね想像ができません。で、通常の場合は麺茹で前で 200g なんですけれども、今回は特別に 400g の倍量でね作っていただけるということでしたので、早速ねそちらの一杯1万以上の高級な和牛ラーメン楽しんでいこうと思います。それでは店内の方に入りたいと思います。ということで、ただいまね店内の方に入ってまいりました。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、今日はラーメンですよね。そうそう、もううまそうな肉がずっと見えてるんですよめちゃめちゃうまそう。で、今日はね、見た感じの通り、店内に2人しかおりません。貸し切り状態ですので、喋りながらね、美味しいラーメンをいただいていこうと思います。例えばね、作っていただいておりますので、メニューがね、到着するまでもう少々お待ちたいと思います。お疲れ様で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 す。ノンアリかしていただきますじゃあ行きましょう。お待たせいたしました。ちょっといつもの行ってらっしゃい、これ危険なのでできないんですけど。はい、大丈夫ですか。ありがとうございます。やば、うわとんでもないの来ちゃいましたね。2kg。 うわでっか。なしてましたよ。 1kg チャレンジ、いってらっしゃい。和牛ラーメン、いってらっしゃい。すごい差ですねこれ。綺麗。うわ、めっちゃうまそう。いただきます。いきます。野菜からいかないと僕食えないですね、とりあえず。スープも麺も遠いです全然タオルつかないちょっとこれチャーシューいっちゃっていいですか。どうぞどうぞ。先にチャーシューですね。見えるかな。やばいっすよね。これチャーシューやばいですねいただきます。イエス。うんま、バチ当たりますよ、ね、いわゆる油と赤身の間の筋みたいな部分も、うん、グニグニじゃなくてちゃんとコリッとして美味しく食感が仕上がってるんで、ライス食いたいですねライス食いて合いますよね。うん、絶対ご飯合いますね。やっとスープいきそうっす。ああ、優しい。ちゃんと醤油の角が、うん、ああ、なんかすげえ飲めますねこれ。いやーうま。見た目と名称は、まあ、その二郎っぽいですけど、全く別物って考えた方がいいですね。食べるのめっちゃ難しいなっ、天地返しできるいけるかな、これ。おいけたあー、いいですね、この色たまんないですね。ジロー系の色ですね。ですね。うん、うまい。普通よりも淡水少ないですし、うん、かつ普通の王将に比べたら加水も高いけど、多分厚塩も多くやってますね。そうなんですか。ムチッとしてる、ミチッとした感じの。多分普通の王将だと絶対喧嘩しちゃいますよね。うーん、ベースが優しい、甘みが強いので、がっつり二郎系の麺にしちゃうと喧嘩しちゃうというか。すごいな、俺全然わかんないですよこういう話するといつも怖いんですよね、合ってるのかどうかっていうやっぱですよね。まんまじゃないです。うん、うん、うまい。
うん、あ、いけそう俺。でもこれ通常の200でも200と思えないぐらいさらっといけそうですね。これ結構辛くないですね。だって結構小食ですもんね。うん、うん、そろそろこれ餃子行きたいですね。うん、これちょっと別で追加で注文させていただきました。これね、餃子、和牛餃子でございます。とりあえずそのまんま、うん、肉汁すごいです。一口でいっちゃっていいですか、ね、どうぞ。え、一口すごい。うん、うまっ。肉汁すごいですね。この卓上のタバスコとか試したいんですけど、すぐなくなりそうですね。僕は餃子これ辛くて食えないですけど、柚子胡椒でいってみましょう。ノーマル忘れてましたね。なんか全体がうますぎて。うん、急にお腹いっぱいになってきた。あ、ちょっと僕最後の餃子キャロライナいっちゃっていいですか。辛いのかな。まあ辛いですよね。あ、うまい、うまい。めっちゃうまいっすよ。辛くないですか？ピリ辛。俺も行こうかな。うん、辛いの食えないけど、その唐辛子の苦味っていうんですかね、その香りが和牛の甘みを引き立てるので、うん、僕はこの組み合わせ結構好きですね。唐辛子の他にベースが缶ずり使用してますね。うん、で、タバスコと違うところはお酢を使用してなく、はいはい、はい、いや、辛いっすよこれ。めっちゃ辛いっすよ。いや、まあ俺辛いの不得意だから。まあ、あら、不得意の人はキャロライナはダメだと思いますね。どんな感じなのか。ゆずの方もこっちキャロライナの方もどっちも合いますね。あ、そうなんです。うん、やばい。涙できた。コテちゃん食べます？量的に食えますよね。まあ、食えはしますけど。じゃあお願いします。あ、作りますか。すいません。100万人突破記念なんで。あ、ありがとうございます。すいません。ついてきたから。あ、スープ飲んじゃいますね。ま、すごっ。山盛りだったのに。なんとかあんまりこぼさずに。めっちゃ綺麗ですね。すごいな。俺なんかもう涙こぼしてるのに。ちょ、これもう最後ですね。ありがとうございます。蜂の巣とか入ってますね。蜂の巣とかも入ってますね。いろいろなホルモン系が入っております。まあ、お酒飲みたい。、うん、これまたいろんな部位入ってるから、一口ごとに溶けるところもあればコリコリするところもあって、飽きないですね、一皿食べても。ちょっといただいていいですか。もちろんもちろん。やばいです、もうもうお腹いっぱいだし、辛いし、花粉もすごい、花粉もすごいし。いや、これ絶対合うと思うんですよ、僕は。いや、うまいでしょ、そんなに。いやー、うまそう。うまいっすね。なんかたまに辛いやつやってますもんね。前にその、まあ、居酒屋さんで激辛専門店があって、そこで飲みに行ったんですけど、チャレンジメニューをつまみに普通に飲んでて。優しくない居酒屋さんですね。え、ほぼほぼ辛いメニュー、全部辛いメニューで、やばで、オーナーさんは自信満々で食えんのみたいに持ってきてくれたんですけど、普通にこうつまみながら、普通にこうやってお酒飲みながら話してて、えって。だってそれも今平気なんですよね。全然平気ですね、これぐらいだったら。もっと上作った方がいいんじゃないですか。いやいや。普通はここで限界ですよね。そうですね。ちょっとこのまんまいただいちゃいます。どうぞどうぞ。
なかなか見ない動画辛いだけじゃなくて美味しいんですよね。そうですね、やっぱその味があるんですよね。しっかりと香りもあるんで、やっぱり美味しいですね。でシンプルにやっぱ辛いだけだと僕もそんなに好きじゃないので、ちゃんとうま辛じゃないとってところありますけど、これは全然進みますね。すごい、いろいろすごい。うん、スープが持ってない。なんか最後箸こうやってバッテンにするみたいですよ。そうですね、それがマナーなんですね。マナーで、これをクラッシュって僕ら呼んでまして、このクラッシュで締めます。ごちそうさまの合図ということで。そうですね、僕たちいつもお客様の写真いただいて、はい、このクラッシュのポーズをいただいてインスタグラムのストーリーズ。なるほど、はい、そういうことなんですね。いや、めっちゃ美味しかったですね。いや、美味しいんですけど辛いですよ。ラスボスですよ。いや、でも全体的に全部美味しかったです。あ、良かったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、ただいまね、こちらの和牛を使った高級な二郎系のラーメンですね、完食いたしました。まあ、とは言っても、多分僕もいろいろネットで来る前に調べたんですけど、やっぱりこう賛否があるというか、いろんなご意見があると思うんですけど、動画内でもお話ししたように、二郎系だとかラーメン屋さんという感覚で来ると、確かにちょっとあれって思う部分があると思うんですよ。でも今回こうやって餃子とかコテッチャンとか、いろんなサイドメニューからノンアルビールなんかもいただいたりして、これアルコールあったら、まあ値段帯的にもそうですけど、ラーメン屋さんじゃなくていい日にフレンチ行ったりとかイタリアン行ったりとか、自分のご褒美に行くような感覚で来ると、ゆったりこのラーメン食べながらお酒飲んで、すごい幸せな時間が送れると思うんですよ。ここはもう感覚の違いというか、まあ、感性の違いだと思うので、ラーメン屋さんに行くっていう気持ちではなくて、自分のご褒美に贅沢をしに行くって形で行くと、これは絶対に僕は納得していただけると思います。今日は100万人達成記念ですよね。いい記念日の日にご褒美に行かせていただいて、ぜひね、皆さんもあのお仕事に疲れた日とか、なんかいいことがあった日には、ぜひね、こちらのラーメン食べてみてください。お酒とね、一緒にぜひ楽しんでください。で、システム的にはね、基本的には予約優先のシステムなんですけれども、空きがある場合は、まあ、通常そのままご来店されても大丈夫みたいなので、ぜひね、気になった方はこちらのお店皆さんも食べに来てください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね、口大丈夫ですか？やばいっす。